いただきます。彼氏と京都旅行なんか乙女の憧れだよ。今日泊まる宿だ。俺もういいよ、死んでもいい。好きってそんな重要っすか。まさか嫉妬、俺がなんか孫できるなんてよかったですね。孫ってそんなに必要？子供なんかいなくたって本人たちが幸せならそれでいいじゃん。分かんないけどさ、誰かの嬉しいことってのはやっぱ嬉しいじゃない。君の大好きなものなら、俺は自分が不幸じゃないってことを二人に伝えたくて。あなたはあなたの家族を一番大事にしてね。この秋、あなたの心とお腹を満たします。シロさんとこうしてずっと二人、すごく幸せ。あいつの好きなもんでも作ってやるか。劇場版、昨日何食べた。高級なお肉なんだろうね。どうせうちじゃこんな肉は買えませんけど。